これは市原さんが作ったサーブ96のミニチュアカー。1センチにも満たないこのホイールも市原さん自らが作ったものなんです。一本一本本当の線を編んでいくことによってリアリティがやっぱり増すので、最後の仕上がりが全然やっぱり変わってくるんですね。さらにリアルなボディの質感を追求しようと、樹脂ではなく金属の板を使ったボディ作りにも挑戦。色を塗ってしまうとわからないんですけれども、金属で作った場合にどうなるか、あくまでも探究心ですね。総称して言うとミニカーというんですけれども、これは子供が遊ぶものではなく大人が鑑賞して楽しむ43分の1の大きさというミニチュアカーです。あえて困難なことにちょっと挑戦しながら、で最終的に組み立てれるように作ってます。主はこの方、市原道夫さん。市原さんの趣味はそのサイズが10センチにも満たない43分の1スケールのミニチュアカー作り。車のリアルな雰囲気を出すために市販のキットをそのまま使うのではなく、細かな金属部品などは作り直しているんです。例えばこのワイパー、市販のキットと比べると立体感が全く違いますよね。わずか1センチほどのディテールにもこだわり抜くのが市原さんのスタイル。金属特有の輝きが醸し出すこの質感がミニチュアカーをより実写らしく見せるポイントなんだそうです。中でも市原さんが最も重要視しているのがタイヤとホイール。このワイヤーホイールは外の枠を表と裏2つに分割、ワイヤーを編んだ後外枠をハンダ付けして合体させます。 0.1 ミリのワイヤーですね。これは髪の毛より細いですね。1本ずつクロスしながら編むんです。周りにピンを留め極細の針金を編んでいくんですが、最終的にホイールとして使うのはこの部分。一本一本本当の線を編んでいくことによってリアリティがやっぱり増すので、最後の仕上がりが全然やっぱり変わってくるんですね。針金が編めたところでホイールの外枠を乗せます。ホイールの表と裏を固定させてハンダ付けしていきます。市原さん、出来栄えはいかがですか？はい、ダメです、失敗しましたずれたんです、真ん中が。言われてみれば確かに中心がほんの少しずれています。市原さんにとってこれは失敗作。最後の最後でせっかくここまでやったのに残念でしたって感じですね。常に完璧な仕上がりを目指す市原さん、その後数日かけてワイヤーホイールを作り直しました。やっぱり実写により近いんですよね。このワイヤーを一本一本こう張っているっていう部分がやっぱり本当の実写のもうリアルさっていうんですかね、そこがやっぱり表現できてるかなと思ってるんですよ。で、まあ、ここがやっぱり自分の作ってるモデルの中で一番楽しいところであり見せ場でもありっていうところなんですけど、ここが決まってるのと決まってないのとではもう出来が全然違う。改めて自分がここにこだわってよかったなっていう、そういう部分がこれには出てると思います。市原さんの休日、ミニチュアカー作りに没頭しているかと思いきや、よく見るとやっぱりだいぶ違うな。あれあれ、何ですかこの車？クラシックなデザインですね。この実車は初めてですね。
実はノーマルの車っていうのはもう何回でも見てるんですけど、このビロトールは初めてです。市原さん、次はこの車のミニチュアカーを作ろうと考えているんです。1970年代に発売されたシトロエン GS、 中でもビロトールは生産台数が非常に少なく、マニアの間では幻の車と呼ばれています。最大の特徴は曲線と直線が混在する美しいボディライン。これは本当にその当時のもう進んだ車、進みすぎちゃってる車みたいなあのイメージがありますよね。こうちょっとしたところにやっぱりこのフランスの車のこのエッセンスっていうのが隠れてて、もうここら辺のこのボンネットのこのラインとかが結構綺麗なんで、ここはどうしてもやっぱり再現したいですよね。であとやっぱりここのフェンダーのフレアの部分ですね、この部分もやっぱりノーマルとは違うところなので、ここもやっぱり再現できたらなんかかっこいいかなって思います。幻の車シトロエン GS ビロトールのミニチュアカー作り、ポイントはボンネットのラインとフェンダーの膨らみ。まずは粘土で型を作ります。車の原型を作るために粘土をこねてるんです。もうここでだいたい6割ぐらいの形を作るんです。でこう型を、車の形がざっくりできたら、それをもとにシリコンゴムで型を作ります。その後できた型枠にエポキシ樹脂を流し込みます。ギリギリいけるはずだけど、意外にあの固まると硬いのでボディに使うには結構最適なんですね。ここからですね、削り込んでボディの形にだんだんしていきます。多分この車に関して言うとかなり複雑なラインを持っているので、これをきちんと再現するのにはどうでしょうね、まあ、普通で考えると1月とか2月とかそのぐらいはかかるんじゃないかなって思ってますけど、これの上に板を乗せて板金でボディを作ります。材料はこれです。銅の 0.2 ミリの板です。限りなく実車に近い質感を出すため金属の板でボディを作る、実は市原さんにとって初めてのチャレンジです。樹脂のボディを11のパーツに分け、銅の板を押し当てて一つずつ叩いて形にしていきます。まずはフェンダーの部分から。ボディにテープを貼り型紙を作ります。出来上がった型紙を銅板に貼り付け、ハサミでカットしていきます。で、当てがっていった時点で少しもう手で曲げながらこうソフトにこうちょっと並わしてあげると感じがよく出るんですけどね。やっぱり車のボディっていうのは基本的には鉄でできてるんですね。で、鉄ということはまあ要はあのまあ板金作業、いわゆるその本来はプレスでボディを作ってるんですけど、必ずその薄い鉄の板が曲がってこうボディができてるわけじゃないですか。で、ある意味それをこう再現したいっていうのがあって、うん、GS 自体のラインは出たんで、あとはこのビロトールにまつわるところのそのフェンダーのフレアの部分ですね。まあここはビロトールの一番特徴的な部分なんですけど、ノーマルの車にはこれはないんですね。だからこれをこう再現していきますね。これはもうハンマーでできないので、これをこの小さいやっとこでこれを曲げていきます。もうここは本当にフリーハンドの感覚になっちゃいますけど、
柔らかいので少しずつこう曲げないと他の部分が曲がっちゃうので、ここの部分が一番多分難しいのではないかと最初に想像しながらやってるんですけどね。最後にヤスリで整えて、なんとなく形になってきましたね。自分の予想通りぐらいのものにはなりましたね。こんな感じになりますね。続いては難しいラインが混在するボンネット。実はその車のボディって1940年代とか30年代とかって昔になればなるほど職人が手でジグの上に乗せて叩いてボディを作ってたんですよね。わざわざそこの部分をまあいわゆるもう真似をしたいというか同じように作ったらどうなのかなっていうそういう気持ちもやっぱりあるはあるんですけど、形がこれで少しなんかボンネットとフロントフェンダーみたいな感じですよね。幻の車シトロエン GS ビロトールの金属ボディ、いよいよこれから11個のパーツをつなげていきます。接着剤だと剥がれちゃうので、金属をハンダ付けをします。なのでまあ意外にここは強引につけちゃうんですけど、やっとこれで自分の納得いく形にかなり近くなりましたね。銅の板を成形して作ったビロトールのボディ、全長10センチ足らずのミニチュアサイズながら曲線と直線が織りなす美しいラインやフェンダーの膨らみも忠実に再現されています。さらに難しいボンネットのラインも見事に形作ることができました。こう手のひらの上に乗るじゃないですか。このやっぱり手のひらの上に乗った夢なんですよね。これを欲しいがためにもうずっとこれを20年間作ってきたので、まだやっぱりこういう夢を追い続けてもう自分の納得のいくまで作っていきたいですね。手のひらサイズの夢が詰まったミニチュアカー作り、これから内装や金属パーツなど完成に向けての細かい作業が続きます。仕上がりが楽しみですね。